どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、久しぶりに鬼と戦ってみようと思います。コメントでね、結構鬼に対するコメント多いんですよね。なんか、どのパーティーがいいかとか、タンクなしで勝つこともできるよとか、そういうコメントね。で、今度、タンクなし編成でやってみようと思うけども、どんな感じだったかって忘れてるんだよね。なので、今日は、とりあえず、普通のパーティーでやってみようと思います。これだね。草薙武士にゃん、トゲにゃん。これでいきます。で、それで装備は、これだよね。トゲニャンにガードの秘石で、武士ニャンと草薙は目出し棒をしてます。はい。まあ、これで、ちょっとね、苦労に挑戦してみましょう。赤か、赤じゃないんだ。おお、来た、来ました。黒鬼戦っちゃおうか。黒っていうのね。そうそうそう、パーティーは大丈夫だよね。草薙武士にゃん、トゲにゃんで、いざとなったときは、回して花坂 G をすれば、いいんだよな。オッケー。突っ込むぞ！いきます。頼むぜ、トゲニャン。わあ、ちょっと待て、いきなりの超ダメージじゃねえか。まずガードしよう。うん。トゲニャン、まずガードしよう。そう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 。まずはガードだ。アイテムで耐えていけそうだね。さあ、ラーメンをドカ食いするんだ。二郎系ラーメンをドカ食いだ。これサボっちゃったらやばいな。あ、絶対やばい。まあいいか、いざとなったら生き返らせるわ。ちょっと待って。嘘。なぜトゲニャンに攻撃しなかった？なして？いやー、意味がわかんない。今のはトゲニャンに撃つところでしょう。なぜ？さあさあさあ、アイテム。スペシャルラーメンをドカ食いするんだ。うんうん、230あればね。狙う！あれ、おい。でい、お金かい。そこでなんかね、いいアイテムが出てきてくれれば、めちゃくちゃ嬉しかったんだけどね。仕方ない。ああ、結構痛い。やっぱり、うん、ヒーラーを入れてた方が正解なのかな？いやいやいや、ヒーラーなしで高速で倒そうよ。わお！どんぐらい？お、もうだいぶ半分近く減らしてる。さすがトゲニャン。クローニキラーと言って過言ではないね。うん、もう B ランクだと言っても侮っちゃダメ。もう侮らないで、B ランクを。危ない！危ない。でもやっぱり B ランク、HP は若干低め。でも仕方ない。そこはね、大丈夫だよ。わー！トゲニャン大丈夫か？よく耐えてくれてるお前は。はいはいはい。これは絶対いけるね。サボらなければ。うん、サボり防止のやつを入れてくればよかったな。威圧感とかさ。あと、オイランとかもよかったね。オイランとかで、こっちの攻撃がミスしないようにしとけばもっとよかったか。ちょっとバックの方をね、全く変えてなかったから、ダメだったけども。ああちょっと待って。いや。目出し棒装備してるじゃない俺。目出し棒装備してるから、ちょっと勘弁してくださいよ。
ああもう、あナイス、よくぞ耐えてくれたトゲニャン、さすがだ、お前は素晴らしいよ。よし、もうちょっとか。わあ、これこれ、トゲニャンに来いよ、トゲニャンに。ギャーなぜなぜ草薙、なぜ、おかしい、それはおかしい。お前、うん、あでもね、この横のね、花坂爺のお世話で意外と回復するよ、意外と回復してて安定してる、いいね。さあもう少しだ、頑張れ、サボるなよトゲニャン。あーギャー、よしよし、もうラーメンも腹いっぱいだろうけど、もうどんどん食べて、もう吐くまで食べよう。あー痛い痛い痛い、お世話して、花咲かじ、どんどんお世話しちゃって、 HP を回復して、お素晴らしい、最後の最後避けた。まあまあ向こうの回避率もとんでもないけど、しゃあもう少しだ、頑張れ、いけ、もう少し、よし、いいぞ、トゲガードめちゃくちゃいい、いいね、もう少し、さああとは倒れるのを待つだけ、よし倒したー、勝利。いやいやいや、いけたね。うん、まあ出たアイテムはちょっとしょぼかったんだけども、いいか。うん、まあ1年半ぐらい前に出した動画で、トゲニャン戦ってるやつありますもんね、ありますのよ。あれはちょっと仲間に影オロチ入れてて、影オロチがちょっとね、厄介なことやっちゃって、もう全然ダメダメだったんだけど、今回の戦闘は良かったんじゃないかな。うん、今回の戦闘は素晴らしい戦闘になったと自分でもなんか思うね。今回のトゲニャンはめちゃくちゃ活躍してくれた、嬉しいね。よし、うん、特にいいのは出なさそうです。うん、あと4個取って元に戻ります。ではね、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。